Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. Who are they? Hey, can I ask you something? Are you guys aliens? I don't think they're here to talk, Master. Oh shit! This looks like fun! Let me play! You know how to take these guys down? Beat them to fucking death! Strategy is born from battle. I'll take the one in the middle. Do whatever you want with the rest. Let me have some fun, fucking losers! Let's go! Start the game. Anyway, back to the live stream. The hero in the middle of the action is Travis Touchdown, the legendary assassin who has twice claimed the number one spot in the assassin rankings. Let me introduce you to the girls fighting with Travis. Shinobu Jacobs, who, after having her arm severed in a battle with Travis, arbitrarily decided to become his pupil and now thinks of him as her master. This crazy broad over here is Bad Girl, a full-on psycho killer who beats people to death with her bat. Travis once killed her, but she was apparently brought back by some weird game console or whatever. Just play this game and you'll pick up on all the rest. In the new No More Heroes 3, what was once a fight between assassins is now a battle to the death on a galactic scale. A battle between a legendary assassin and a mysterious alien army. Even if you haven't played the prequels, it's awesome. But it's even more awesome if you play the prequels first. Gamers have but one goal: to take down the opponent in front of you. Hurry up and grab the controller! The game has already started! Ready? You know what to do, right? Just destroy all those nasty aliens! They are right before your eyes. I can feel the bloodlust raging. You have no idea what you're thinking. You need to pump up that energy! Eat all the popcorn and chips you want. Drink a whole shitload of soda and play till your controller is covered in grease. You gotta kill, kill, and then kill some more. Hesitate, and you are dead. Got it? Now, fight. Welcome to the Garden of Slaughter.現在、はい、ノーモアシリーズの伝統ですね、はい、こちらランキングバトル、あまたの死闘を乗り越えランキングバトルに挑めということなんですけれども、はい、まあこれまでは殺し屋ランキングというものが肝になってきました。そうですね。で今回スーパーヒーローランキング、はい、まあ風呂敷広げましたよ。風呂敷広げましたね、はい、スーパーヒーローっつったら今アメコミ映画全盛の時代ですよ。そうです、そうです。アベンジャーズしかりね。そうですよ、アベンジャーズ。はい、はい、こちら現在画面上には9人の銀河系スーパーヒーロー軍団が映っております、はい、実際は10人ランキングにいるみたいなんですけれども。そうです、はいはい、こちらジェス・バディスト6世、これ本名ですか、はい、これ本名ですね、はい、デザインは牛木正則さんということでね、はい、はい、銀河系スーパーヒーローランキング1位。妖精隊の頃に地球に不時着、デーモンと出会い友情を育んだ。彼の協力のもと母星に帰還したが、20年後凶悪な犯罪宇宙人を引き連れてデーモンの元に舞い戻り、地球征服を宣言する、はいはい、こちらムービーの方でも見ましたけどね、はい、そうです。
はい、動画の方、今流れておりますが、はい、まあ、なかなか尖ったデザインというか、ファッショナブルですよね。そうですね、はい、うん、ただちょっと僕今、やっぱりちょうど開発、今バグとですね、うんうん、まあ、調整かけてる段階なので、うんうん、ちょっとやっぱ揺れ物が揺れてなかったりとか、あ、すごい気になるんですね、バグが。演算の部分が、はい、まだこれ開発中ですからね。そうなんです、そうなんです、だからそこはね、ちょっと、ミスターブラックホール、はい、ミスターブラックホール、はい、はい、こちら銀河系スーパーヒーローランキング10位、はい、いち早くサンタデストロイに殴り込みをかけていた宇宙をかけるワープホール強盗ということで、はい、まあ10人衆の中では一番序列がしたってことになるんですかね。そうですね、そうなりますね。もう名前がちょっとね、バカっぽくていいですよね。ミスターブラックホールですね。ね、簡単ですよね。で、ちなみにミスターワームホールっていう兄弟がありますよ。しょうもない。いや、本当に本当に。しょうもない。嘘でしょ、本当に。いや、本当ですよ。で、いや、裏設定じゃないんですよ、これ。トラビス・スラックス・アゲンの追加コンテンツで、うん、ミスター・ワームホールが登場してるんですよ。本当に。で、そこでもうすでに死んでます。あ、そうなんだ。そうなんです。前にも登場してるんですか。実は濃いファンの人たちは知ってるんですよ、うん、あ、ただトラビス・スラックス・アゲンの追加コンテンツまで買う人はあんまりいないので、あ、意外と知られてないんですよ。皆さんぜひ買ってください。追加コンテンツもチェック、要チェックです。こいつもしかしてミスター・ワームホールの敵討ちに来てるメンバー、はい、それもありますね。銀河系スーパーヒーローランキング9位、はい、風への忠誠を誓っている磁力を操る宇宙鉱物密売人ということでね、はい、ゴールドジョー、はい、これまあ元々はキングジョーですね、うん、キングジョーをゴールドにした、キングをゴールドにした感じ。ああ、そっか、特撮もいっちゃう。そうですね、特撮もいけちゃうんですね、はいはい、そうですね。宇宙鉱物密売人って何すか、はい、何の鉱物をどう密売するの、まあ、いろんな星のやばい、売っちゃいけないやつを全部密売してるんですね、うん、なるほど。ぶっ飛ぶ系の鉱物があるんですよ、どうやら。じゃあ、あのサノスの宝石みたいなやつとか。そう、ピカテロです、はいはい、彼は宇宙人ではないんですけれども、10歳の頃アマチュアロケットを飛ばし宇宙に憧れる科学少年だった、はい、地球に不時着したフーと出会い不思議な力を授かり、はい、30歳となった現在巨大テクノロジー企業の CEO として成功を収めている、はい、ということですけれども、はい、うん、さあ、そんなに故郷サンタデストロイに帰ってきたということなんですけれども、はい、シルビア・クリステル、はいはい、トラビスの妻ですね、さっき話に出た。そうです、そうです、UA 全米殺し屋協会のエージェント、はい、謎多き女性でホワイトヘアのね、はい、まあ、ライオンヘッドっていうのかな。そうです、そうです。アフロっぽいんでしたっけ。もともとアフロじゃなかったですか。そう、最初ね、そうです、アフロでした。髪型変わったんですか。変わりました、ね、バッドガールです、はいはいはい、バッドを獲物にぶん回すクレイジーガール、はい、ここにトラビスとの戦いに敗れて死亡したが、はい、父バットマンの尽力で胸活した。どういうわけか言葉を話す、さまざまな面で彼をサポートする頼れる相棒ということでね、はい、可愛いんですよね。そうなんです。もう手足短くてデブで、はい、顔パンパンで可愛いんですよ。このミニゲームとか半年前まで実装されてなかったんですよ、うん、マジですか。急遽実装すげえギリギリじゃないですか。そうなんですよ、まあ、コロナでちょっと開発もね、なんか伸びちゃったので、うん、申し訳ないんで、やっぱりちょっとね、うん、このミニゲーム出さないといけないかなっていうのもあってですね。ああ、はい、サービスとしてね。サービスもサービス、うん、サービスです。かわいい。でもこのミニゲームなんだこれ。穴の中にボールを放るだけなんですか。そう、それだけです。ジーンと遊ぶだけのゲームですよ、はい、猫ちゃんと遊ぶだけ。癒されそうですね。そうです、はい、ちゃんと投げろって言われる。うーぷす。この後のね、成功した時のジーンの挙動がすごくかわいいんですよ、ね。ジーンが今回ね、本当喋るので、皆さんぜひボイスに注目して、ね、かわいい、素晴らしい、かわいい。ジーンってこれキャラクター紹介で紹介するほど出てくるんですか。今回はちょっと、どちらかというとナビ役に近いんですよ。ナビ役やるんだ、はい、まあ、本当ゼルダでいうナビみたいな感じで。はい、ボランティアミッションで参加費用を稼げ、はいはい、相変わらず世知辛いもんです。広大なフリーマップの各所には様々なバトルミッションやユーモアあふれるボランティアミッションが存在し、ランキング戦に挑むために必要な資金を稼いでいくことになります、はい、銀河系スーパーヒーローランキングの頂点に鎮座する風の待つデーモンタワーにたどり着くには幾多もの死闘を繰り広げなければいけません。さあ、というわけで、はい、ボランティアミッションなんですが、こちら実際に動いているところですね、はい。懐かしくないですか、赤ちゃんさん。これもう懐かしいというか、はいはい、もうあれですよね、アメリカのガキのバイトって感じですよね。そう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 、そうなんですよ、はい、もう、はい、ガキがバイトするって言ったらこの草むしりと草刈りですよね。でも実際はもう全部で買っちゃってるんですよ、うん、で本当はもっと長いんですよね、うん、長いのをちゃんと綺麗にして、もうピカピカになってるので、うん、もう終わった後なんですけども、これまだまだ調整が必要ですね。これな、あれだな、ちょっともうちょいかな。
ちょっとトラウマやロックスターのブリーっていうゲームでしょ。ああそうブリー、そうそうそう、あれなんか叱られるとこれ一発でやらされるんですよ。やらされました。そう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 、すげえつまんなくてそれがすげえブリーのはつまんなかったですね。ブリーつまんなかったっ、ね、今ねいいブレンバスター決まりましたよ。決まりましたね。ワニにブレンバスターします、うん、ワニにブレンバスター決めるバイトってなんで、はい、でもねこれ優しいんですよ。あの垂直落下じゃないんですよ、うんうん、ちゃんと背中が落ちる、ね、そうあの死んでないですからね。ちゃんとプロレスしてますね。そうそう、ちゃんと気絶させてるんで、うんうん、なんでこんな仕事しなきゃいけないんですよ。37歳だぞ。でもまあこれでお金稼いでいかないとランキングに参加できないから、はい、頑張ってね、はい、こうやっていろんなミニゲームをこなしていきましょうってことですね。そうなんです、うん、はい、さあというわけで、はい、こちらのボランティアミッションも相変わらずの皆さん楽しみにしていてください、はい、続いてノーモアヒーローズといえばスラッシュアクションが魅力の一つでございます。はい、はい、トラビスタッチダウン愛用の武器であるビーム刀でコンボを決め、プロレス技を豪快に決める爽快なスラッシュアクションはジョイコンによる直感的な操作でより過激にパワーアップしています。あれ、まあ、これ映像ないんですね。俺映像がないぞ。俺は逆に聞きたいですよ須田さんに、ね、ビーム刀、こちらビーム刀のアクションですね、はい、今回相手が宇宙人なんで虹色の血が飛び散っております。そうです、はい、レーティング気にする必要なし、はい、安心、はい、でも人切ると赤くなります。あ、今回人間の敵も出ます、はい、ああ出るかもしれません。またその、ま、なんかあったらかもしれませんとごまかすんだよな。はいはいはい、わかりました。出るかもしれません、ね、出るかもしれません、はい、続きましては充電アクションです。はい、はい、こちら、はい、もうこちらのアクション、あ、この、ね、ポジションですよ。このポジションですよね。もう本当にここからスタートしたのがノーモアヒーローズです。このウィーリモコンをこう、そうそうそう、ってで場所はもうちょっと下目ですね、うん、ちょっと下目 で, 下目でゲージが溜まっていくんですよね。シャー、シドさんすいませんね、こんなゲームで本当に。あ、いいですよ。すいません。何もよくないよ。何もよろしくないよ。俺らもちょっとやりきれないところがあるよ。ボスさんの隣にいるから。まあでもね、これね、HD 版あれだったんですよ。うん、スティックだったんで。ああ、そうそうそう。ああ、残念。そうなんですよ。残念、残念。残念なのか。あの面白さもね。面白さもね。そうですよ。うん、そうなんですよ。まあこれね、この充電アクションを隙間隙間で溜めていかないとダメなんですよ。そうそうそう。ビーム刀、エネルギー切れちゃうから。そう。意外とあの、あのノーマンヒーローズのアクションって、うん、この充電がやっぱり本当肝になってるんですよ。切ればいいだけじゃなくて、はい、だから結構ねゲームデザイン的に重要なんですよね。そうなんです、はい、うん、さあ続きましてはこちらです、はいはい、石田さん大好きプロレス技でございますね、はい、もうトラビスはバックドロップ大好き、はい、うん、で今回あの前田明さんが、うん、まあ、僕らの明兄さんがですね、兄さん、はい、あのヨーロッパから凱旋した時の12種類のスーペックス、当時は 7色のスーペックスと言われたんですけど、実は12種類持って帰ってきたんですね。12種類で実は3種類ぐらいですね、はい、一度も披露してないんですよ。はいはいはい、はい、その一度も披露されてない技が今回実はノーマーヒーローズに入ってます、3には。はい、一度も披露されてない技をどうやって組み込んだんですか？想像です。一応ね、あるんですよ、あの高田信彦相手役で、はいはい、こう組み方、組んで投げるみたいな写真はあるんですよ、うんうん、保存されてるんですよ。凱旋当時の週刊プロ、うん、ゲプロかな、うん、まあいいや、うん。それからどう投げるかは僕らが想像しました。ぜひ皆さんチェックしてください。つまりオリジナル解釈で編み出した、ね、解釈でそうなんですよ。あの幻の12種類のスーペックスが全部実装されてますから。なるほど。アキラ兄さん、俺昔サバゲーしたことあるんですけれども。マジっすか。アキラ兄さん一人だけ改造エアガン持ってきて。うわ、反則じゃないですか。死ぬかと思いました。アキラ兄さん本当にやばいっすね。やばいっすね。梶田さんとアキラ兄さんどっちが背でかいんですか。背は多分俺の方がでかいんですけど、アキラ兄さん横幅のデカな幅なんですよ。体の厚み幅なんです。岩みたいなボス。アキラ兄さんからキル取った時は生きた心地しなかった。うわ、勇気ありますね。すげえな。俺も企画でやったもんだから。なるほど。一度くらいは打っとかないとって思うんだけど、怖かったっすよ、アキラ兄さん。披露されなくてよかったっすよ、ね、その12種類のやつ。うん、さあというわけで続いてはこちらです。はいはい、デスグローブスキルです ね,、はい、ね、これも映像があるといいんですけどね、はい、これちょっと一枚絵だといまいちやっぱ把握しきれないところがあるんですけど、ここからどう発展していくスキルなんですか、ね、あの皆さん想像してほしいんですけども、うん、宇宙の映画ってあるじゃないですか。宇宙の映画ありますね。一番有名なやつで、うん、ジェダイとかが出てくる映画がありますよね、うんうんうん、フォースの力、はい、フォース、あの右手なんかビーム刀みたいなの持ってましたよね。はあ、分かった、はい、でもあの人たち左手なんかできますよね、はい、はいはいはい、できますね。あれです、うんうん、あれですあれです。じゃあデスクトップスキルはこうやって、はい、こう
クラーってやってバーンってやる、うん、バーンってやる感じでこうも持ってきてこうやってそうそう、はい、クンってやってボキッといくそう、クンではね、できないです、うん、こっちできないです、向こう、 向こうだけでできるバーンってやる、はい、向こうだけです、今回、はい、なるほどね、はいフォース的なやつですか。あ、そう、あ、うん、よくわかりましたね、うん、もうほとんど答え言ってたからね、はいうん、フォース的なやつだねコース的なやつ、うん、さんフォースです。なんでフォース使えんだよジェダイだからです。もう言っちゃいましょう。あ、ジェダイ、現代のジェダイですから。確かにね、はい、ビームカードが青いですから、ね、そう、まあ、何で使えるかというと、ま、真面目に言うとトラビス・ストライクス・アゲインで入手したデスグローブとい う、はいはいはい、うアイテムがあるんですよ。はい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 。これの能力が、うん、まあ、トラビス今回あの最初から使えてる、そう、引き継いでますね、デスグローブ式の。続いてはこちらの映像となっております。はい、はい、寿司、はい、うん、これ大事です今回寿司。バット寿司ってこれだけ出されてもって感じですけども。今回 DM 寿司、はい、なんだこれ。あのですね、うん、戦闘中に、うん、まあ体力減ったりとか、うん、あとまあちょっとバフ効果だったりとかっていうのを、うんうん、まあ寿司のネタいろいろ種類あるんですけども、はい、それ食べることによって回復したりとか。いろんなバフがかかる。かかりますね。はい、おお、なるほど。で、戦闘中に飯をあの寿司を食うんですよ。戦闘中に寿司を食う。寿司をあのこのポッケに入れてるので。忍者スレイヤーじゃないですか。あ、そうなんですね。はい、戦闘中に寿司食うんですか。はい、でパクって食べて。ポッケに寿司しまってる。そうなんです。バカだな。はい、プレイアブル画面見ると、うん、真ん中の、下にですね、うん、ちっちゃくなんか。うん、たまに出てるんですよ。これは出てないんですけど。なるほどなるほど。戦闘中アイテムとして使うんですね。あれね、マグロなんですよ。マグロ体力回復だったりとか。マグロ体力回復する。一応ね、4種類あります。寿司ネタ。なるほどなるほど、はい。寿司握ってるやつは何ですか。あれね、バグジロー。バグジロー。バグジローです。はい、バグジロー、ね。はい。じゃ続きましてはこちらです。はい。はい、スラッシュリール、はい、こいつもね、あ、おなじみですよね、はい、リールがくるくる回って、そうです、そうです、はい、うん、スロットが回転して絵柄が揃うとさまざまな効果が発生します、はいはい、こちらなんですけれども、まあちょっと、ね、はい、思います。こちらトラビスの変身です、どうぞ、はい、変身はい、というわけで、はい、まあ、さよなら、はい、シュノさんもありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。